どうしたんですか？カリだ！よっしゃー！笑わない耐久したいと思います。この音楽をサとソだけでリズムに乗っていつまで言い続けることができるのかチャレンジしていきたいと思います。サソ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 パピ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 すいません、カットしていいかな。はい、それじゃあ本編入っていきましょう。どうも、サソキングです。今日もトロールコースター一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、サールカガン&ザハウスオブアーということで、このサールカガンっていうのはね、海外のマリオメーカー配信者、主にトロールコースをやってる方なんだけど、カールサガンっていう方のことだと思うんですよ。その方チャンネル登録者数40万人ぐらいいるんだけど、まあ来月の僕ぐらいだね。だからこの方はカールサガンっていう方に向けられたコースだと思います。そしてこれを訳すと、5つの A は、っていう悲鳴の A だと思うんで、カールサガンさんと悲鳴の家ということなんじゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.71%。 最近思うんですよ、僕よりマリオメーカー2のオープニングを楽しんで、いや、ふざけてる人間ってそこまでいないだろうね。パピ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 ちょっと待って、なに開幕石おやじならすぐに下に行けってことね。左の方行っておこうか。ふざけてるにも程があるぜ、このコース。僕のオープニング以上にふざけてるね。じゃあこっちは、なんもないんかい。もう分かったもんね。この石エイジの上をジャンプして避けろってことなんじゃない。じゃあ次にどうすればいいのか。石エイジがもう一匹来たね。このパワーブロックの上に乗っていけど、このパワーブロック壊されるんじゃない。あ、早めのジャンプだ。早めにジャンプして時増加そう。そしてここは音楽がないのかい。大丈夫、音楽なんかなくてもセルフ音楽で行こうじゃないか。ティー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 
耐久みたいな音楽を流すから悪いんだ。普通の音楽を流していこう。ティッ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 。歌って世界救わないんだね。ねえ歌、教えてくれよ。ワンピースの映画を見たことないけど教えてくれよ歌。アドさん、僕は何も分かってないんですか。ねえあんた分かっちゃいない。ちょっとうるせえな今日。大丈夫ですかね皆さん、ここ上行ったら罠だっていうことは分かってる。いやどうしよう、一旦右行ってみる。いやキノコ見えてんだよ。でもちょっと上行ってみようか。ほら画面の前のみんなも笑ってる。あの恋のところなんかあるかなと思ったけど意外と何もないパターンなのね。そしてここキノコ見えてちゃいけないだろ。いやなんで今度は見えねえの。まあまあさっき見えてたんで簡単に進めることができましたね。そして上でいいのかい。いや絶対すぐ上にジャンプ、これで大丈夫だ。あ、何も分かっちゃいない。こんなにねアドさんの歌でふざけまくってるけど僕本当にねアシラちゃんの歌が一番好きなの。もうふざけやめます。こっから真面目に実況していきたいと思います。ピオキングはふざけをやめると魅力がなくなるとかそんな怖いこと言うのやめてください。僕は一生ふざけ続けなければいけないのかい。そうかいそうかい、ならふざけまくってやるよ。パスティファー。キモすぎやろ。何を言ってるんだ俺はさっきから。パスティファーってなんだ。でこれさどの辺で爆発したっけ。めちゃめちゃギリギリ右行ったら大丈夫みたいな、そんなあるかな。え、これ巻き込まれるんじゃない。もうちょっと先、あギリギリ行ったらさ巻き込まれないんだ。じゃあここはリュータの下に行ってどうする。なんだ危ないね。さあ土管に入っていこう。ダメじゃん、どうすればいいんじゃん。ここ上行ってもダメじゃん。じゃあこの下に降りるしかないじゃん。やられるじゃん。ここにオーフがあったじゃん、これを2回叩いて上に、あ、キノコももらえるんだ。え、どっち。今何回叩いたっけ。着実に2回叩いていこう。ここで1、いや1、2からのキノコをもらいます。そして右上逃げる。で、ボム兵にも当たらないようゆっくりと歩いていこう。頼む当たるなよ。オッケーオッケー。そしてこのリフトの下に行けば多分土管に入れると思うんだよな。頼む勝てよ。よしよしよし。さあ中間ポイントはないよな。やっぱり説明文にさ中間ポイント1、2はどこにあるって書いてたからなかなか見つかんないようなコースだと思うんですよ。そしてこれヒントなんじゃない。 AT スタラッ、こういうパターンか。 AT スタート、あ、やっぱりね、多分スタートした瞬間にどうかしろみたいな。 AT スタート、で右 HO って書いてるからホールドで、これはハーク、ウォークかな、ウォークザで下行ってみようか。エンド。この脳の中に何か入ってるってこと。あー
じゃあスタートから右に歩いてってみようか。これで脳の中のファイヤーフラワーが取れるってことでしょう。あれ、なんか吐いた、あ、バネみたいな音が聞こえるな。あ、こっからどうすればいいんだろう。ずっと右を進歩してるんだけど、ジャンプしてみる一旦。え、ここマジで意味わかんない。なんか踏む音は聞こえるんだけど、ジャンプしたらダメ。下をしてみる。なんじゃこりゃ。右もダメ下もダメってことは上か左しかないんだけど、上を進歩してみようか。はいはい、クッパクラウン乗ってたのね。そしてこのファイヤーフラワー取る。で次にね、クッパクラウンに乗ってどうするかなんだけど、これ捨てていいんじゃない。そうしないとさ、ちくわブロックの下降りれないじゃん。多分これでいいと思うんだよな。ファイヤーフラワー取ることによって罠が変わってる。ピースイッチが発動してるね。そして、あ、わかったよ。このハテナブロックの中、さっき叩けなかったけど鍵があるみたいだ。さあ行こうじゃないか。いや、ちょっと戻ろうか。あのね、コインのところ連れて行かれそう。多分チビになって先に進まなきゃいけないよ。でここもね、コインが降ってくるから気をつけよう。コインじゃないブロックね。でワンツーからのキノコを待っておこう。よしよし、出さないと思ってた。待って待って待って、リフト下がったけど大丈夫かな。リフトなくても行けるのかな。頼むマリって。このコースね、いいねの数が少なかったから不安だったんだけど、めちゃめちゃ楽しませてくれるね。やっぱり神子って埋まってんだな。 YouTube と一緒だね。めっちゃいい人もさ、チャンネル登録者数少なかったり再生回数少なかったりして埋まってる方たくさんいると思うんですよ。めっちゃ面白いのに。まるで僕みたいだね。黙れお前は。さあそろそろ中間ポイント押しよう。ここは何もしない、バウが出てくる。そうだろ、分かってんだ。ガリガリくん、次はちゃんとツタに捕まるんだよ。集中するんだピオキング。ここだ。そして右のメットを蹴ってパウ発動していいのかい。それしかすることがないもんな。ブラパの裏に中間が隠されてるかもしんねえ。だから右ダッシュだ。発動した時間右ダッシュ。これでいいと中間ポイント取ったじゃねえよ。スコアが出てきたもんな。見たきゃ、これが中間ポイント取る名人だ。中間ポイント取る名人ってなんだこの豚キングが。まあ僕は中間ポイントを最初から最後までいらない人間なんですけどね。そんな生ぬるいものに頼っちゃいけない。右を失敗して抜けます。そんでグッドゲームって書いてんのかな、これ右のツタがゴールってこと。いや、そんなことあるわけねえじゃんか。絶対行かねえかんな、あれはなんて分かってるもん。もう実況する気も失せたわ、今のツタのせいで。面白そうなステージじゃない。上のスターを取って、スター様、ここはスターを待っておけばいいのかい。全知全能なる神よ、我にスターという力を与えたまえ。力はどこ。力落ちてこないんだけど。ジャンプするふりをすればいいみたいな。なんか今チャって聞こえたんだけど、あれ落ちてこない。あ、落ちてきた落ちてきた。さあ面白そうなステージの開始だ。僕は常に走っていくぜ。なんか見えてんな、ここに土管が。あ、やめて。はこれも先進めてんだけど。絶対こっち違う。なんか死に耐久みたいな場所に連れてこられましたけど、ここはどういう死に耐久だい。一旦、いや、この隙間を行けってこと。え、それめちゃめちゃ難しくないか。え、どうすればいいの。え、ちょ、マジでわかんねえ。え、この隙間に行った。ああ、わかったわかった、隙間に行けさえすれば僕の勝ちだ。見てて。これ地味に吉。こんくらいか。いや、こっから行けないかな、こういう風に。いや無理か、ブーメラン方式で行けそうにないよ。マジで難しいね、あの隙間入るのが。これさ、飛ばしていいからいつも思うんだけど、なんで死んだいけ僕いつもカットしないの。カットしてっていう意見もあるんだよ、ちょいちょい。でも僕はカットしないで常に喋り続けてる。こんなの見て楽しい。こんなさ、一マスの枠をくぐり抜けるの見て楽しいか、みんな。あと、やった。見たか、これが身体救命陣だ。ここで記録を取るでしょ。そして当たって右ダッシュでいいんじゃない。無敵時間を利用して右ダッシュする。多分それで先に進めると思うんだよな。オッケーオッケー。あの土管も土管ですげえ気になるな。後で入ってってみようか。そして上に行ったらダメ、絶対ダメ。え、パネとかこっから上に来そうじゃない。大丈夫。うわ、怖え。いや、なんでツタがあんのよ。もう頼む、僕を握りやって。クソ、割れろよ。そんな浮き輪さ、剣でさしてるだろうが。何それ、なんかパックン降ってきたよね。
ほらほらほら、なんか罠変わってんだけど。え、なんでだろうね、こんな時に罠変わるうつ。じゃあ次はどっか入ってってみようか。ガンギャル、あーよしよしよし、あぶねー。またさっきの新耐久だったらどうしようって思ってた。さあこっからなんだよな。でツタがあったからちょっと手前らへんで弓を放ってみる。ここらへんか。いやもうちょっと先か。もうちょっと待って笑うな。これどうやっていけばいいんだろうな。爆弾出してみる。うわダメか。じゃあ郵便を出したまんま上で、うわ怖え、これで上上がったらどうしよう。頼む。おほほ、これでツタに捕まらないのか。じゃあ放った瞬間すぐ上ボタン離さなきゃいけないで、頼む。こっ、よしよし。もう落ちねえぞ、絶対泣かんだ、絶対この動画に入ってやるから。ドゥドゥドゥ、こんな実況ばっかやってね、やられまくってると頭がおかしくなってくるよ。それと疲労感も半端ないね。もう2年ぐらい実況休もうかなって思ってる。え、今縦で伏せてたんじゃないの。ここは何もしないで、やっぱら騒ぐな、もう落ち着いてやっていこう。ここは左出しだ、それで大丈夫。ないよ、何があるのかな。ここ上に隠しブロックが出てくるのかな。きっとそうだと思う。罠を先取りしよう。何が出てくると思う。僕はバブルだと思うね。だからバブルって絶叫しよう。バブル。ここさ、マジでずっと無音じゃない。音楽ぐらいつけてくれてもいいじゃんね。めちゃめちゃ寂しいんだけど。じゃあここは止まっておく。そして左にダッシュして、あ、ここちょっと危ないと思ってたよ。そこマジで悔しいのすけのブリブリサイモン。ブリ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 。いいよ。何を言ってんだ、さっきから。ここで実は10回以上やられてんだよ。やべえ、自分で詰まってる。しんのすけブリブリサイモンにこんなしょうもねえことで笑うなんてな。じゃあここは叩いて左に出らないね。叩いたらいけなかったのかな。左にタバー君やられたね。ここで進めなくなってると。じゃあここも C 耐久みたいな感じなんじゃない。C 耐久、あーじゃねえんだよ。せめて音楽ぐらいくれよな。これ地味に難しいパターンなんじゃないの。うわ、上に一マスしかない。いやこれきつい。ちょっとここマジでどうしていいか。くっか、最後の丸丸が。あ、これね、ちょっと集中していい。あ、わかった、タイミング的にいけなくなってる。だからちょっと待ってね、ここまではいいんだ。こっから左になるべく寄って右にタイミングをジャンプすればいけるんだ。よっしゃー。じゃあここはハテナブロックを叩かない。そうしたら先に滑るでしょ。オッケーオッケー。中間ポイントまだ、右に行っていいのかな。これは隠しブロックはないね。また落とされる気しかしねえんだけど。あれ、これからどうやっていくかわかんないね。ジャンプした瞬間ジャンプしてみようか。いや何言ってんだろうな。あ、わかった、だだだだだ、オッケーオッケーオッケー。よしよし、リフトが上げてくれるとは思わなかったな。さあ中間ポイントはどこ。え、こいつ倒すの無理だよ。いや絶対無理だった。左か、左が開くのか。あ、ここにあるじゃねえか、鍵がよ。たったこんだけのことか。この国もどうにかして倒したいんだけど絶対無理だよな。左のブロックも開く、多分そんなんなんじゃない。え、戻された。え、これ実はさっきと違うところなんじゃない。だからさっきと同じ風に行ってみようか。多分中間ポイント取れると思うんだよな。ここ中間ポイント。よーし、中間ポイントにゲットだぜ。さあ同じような場面と見せかけて実は違うパターンだったとはね。右に行けってことか。成敗されたでござる。このコースさ、中間ポイント2までめちゃめちゃ長くない。どんだけ長いんだろうなコース。シャッ。急にゴールなんてずる、リアクション取れなかったじゃねえか。いやでもまあそうだよな、中間ポイント2までめっちゃ長かったもん。これね、すごく鬼畜だったけど罠の仕掛けが斬新なんか多くてめっちゃ面白かったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ3段飛びということで、サムネを見る感じコインが2枚パタパタが1体いるだけなんだけど、コース名に3段飛びって書いてるじゃん。だからあのパタパタを 2,3 回踏まなきゃいけないコースだと思うんだよね。そんなことできんのかなと思って、まだ知らない一発マリオの世界がありそうだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.17%。 いや面白いよね、初代スキンで三段飛びっていうアイデア。そしてゴール条件はコインを2枚取ってからゴールか。と言ってもこのパタパタ1回しか踏めないと思うんだけどな。ほら1回で2枚取っていくみたいな。絶対無理だよな。だから三段飛びできる秘密が何かあるんだよ。一旦踏んで何もしないでおこうか。
これはわかんないわ。どう考えても1回しかパタパタ踏めないと思うんだよな。 2,3 回どうやって踏むんだろうね。1回上まで行ってみる。上まで行ったらなんかヒントがあるかもしんない。1000円しかありませんでした。始まった瞬間踏んでみたらどうなるか。ゴリアスを見つけたぞ。わかったわかった、パタパタを速攻踏むじゃん。で隠しブロックを叩いてパックンが出てくると思うんだけど、あれに足す乗りすればゴールできるんだよ。絶対そう、見てて。そんなに時間かかんないと思うから。よし、うますぎ。でジャンプしてコインを取れるのかい。でここから右にジャンプ、やったなるほどね。スタートの時点で1回ジャンプ、そしてパタパタを2回踏むから、それで3段ジャンプっていうことなのか。いや、これはマジで面白いアイデアの一発マリオだったね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。